チロールプレイングアイドルラストクエスチョンです。よろしくお願いします。すごい酸素が薄い。そうだ ね山の上だからね、大変だ。そうだね、今日はこうコロナで大変な、はい、ご時世なんですけれども、そんな中でね、お客さんと会える機会を作ってくださって、出演のお話をくださった澤さん、今日は本当にありがとうございます。ありがとうございます。大丈夫みんな、熱上がってない？大丈夫、まあ、ここに来て上がったならまだ大丈夫ですよね。大丈夫多分。よかったよ。はい、というわけで、まあ、改めてじゃちょっと簡単に自己紹介をさせていただきます。はい、私がラストクエスチョンの勇者のミスです。ミス、私が魔導士のブギシです。ブギシ、はい、僕が盗賊のグミコです。今日は4ヶ月ぶりのお客さんと会うライブということで、すごいね、元気だね、みんな、よかった、よかった、みんな元気でよかった。オタクイエーイ、イエーイ、今日は楽しんでいく。というわけでですね、まあ、でも今日はやっぱまだコロナがね、ちょっと心配というところもあって、まあ、声を出すことをためらう人もいるんじゃないかなと中には思ってるのでね、いいよね。そんなことない、わからないよ、はーいって声出してるからね。そうだね、矛盾ね、ここのね。まあ、そんなわけで私たちラストクエスチョン、あんまり声を出さなくても楽しめる曲があれば、このご時世でも一緒に楽しむことができるんじゃないかと思って。暑いよね、みんなね、タオルとか持ってるよね、みんなね。おい、終わりタオルね、よし、そのタオルを今手に装備してもらって。装備ね、帽子でもあのタオル足りないよって人いたら、この後ブッパで500円でタオル販売してるんで、はい、よければね、替えもね、ぜひ持ってきて、はい、別に声を出さなくていいっていうわけでもないので、そうね、声は全然出してもらって、全然出さな、はい、いいです。でちょっと1個だけ覚えててほしいこと個人的にあるんですけど、はい、今日のこの新曲を今からやるんですけど、おつさみの最後の方にグミコさんがみんなに君とならって言うから、みんなにそこだけ最高だって声を出してほしいんですよ。最高だって先に一回やってみようか。一回やってみて。君となら最高だ。最高だ。すごい、新曲とは思えないね。ありがとうございます。今思い出したんですけど、はい、あの新曲のタイトルなんですけど、ああ過去仮ですね。あの過去仮なんですよ。あのちょっと本決定しずにここに来てしまって、こんなことあるみたいな。今日昨日も急遽決めたから、新曲のタイトルが過去仮なんで、はい、まあ、でも呼び名はこれでいいかな。あの聞いてもらえれば、あ、著作権があるんだなとかいろいろ。わかります。放送入ってるから。そうだ、仮だから、仮だから肖像権ないから。はい、それじゃあ早速新曲をやっていきたいと思います。はい、じゃあタイトルは仮で、ときメモ言うんだ。空に生える
Thank you.
ダメだよ。だ戻ってきて。よし頑張った。思い出して。これ放送してんの。あやってめっちゃ短い。すごいさ。ああ。はい、というわけでラストクエスチョンありがとうございます。これ今日の方で発音したの衣装なんだけど、たくさんアーティストさん続きます。参っちゃったね。みんな大丈夫ですか？ちょっとでもね、具合悪くなったり疲れちゃったりね、休んでくださいね。でも心の中の魂では大きな声で叫んでてください。はい、はい、まあ繋げて助けて。はい、休憩だと写真動画撮って全然 OK なんで、全然 Twitter とか上げちゃってください。あと一応ちょっと紹介するの忘れてしまったんですけど、新曲作曲ですね、JK さんで、親父さんさんの JK さんで、私たちのいつか僕らっていう曲を作ってくださってる方に作ってもらって、新曲ですね。作詞は一応私がしたんですけど、すごい難産だったので、どこかで歌詞を見る機会があればこれが難産かと思って見てください。はい、そしてラストクエスチョン、本日2曲、やったんですけど、シングルとして、はい、ラストクエスチョンという曲とトライアングルっていう曲を今シングルで発売していて、今回オリコンのシングル16位とかに入れさせてもらったシングルを、はい、今日も持ってきたので、よければぜひこの後物販遊びに来てください、はい、お待ちしてます。お待ちしてます。それでは最後全員で電源を切ってやりたいと思います。私がせーのって言ったら全員でジャンプをするだけです。よろしいですか？すごい、はい、この電波のない自分も電源を切るのでしょうか。それではラストクエスチョン25分、今日は久しぶりに会えたりする曲です。ありがとう。全員で電源切るよ、せーの。